ラッキーすげーラッキー太いっすねびっくりしました。うわドンと来て、でドラグが出っ放し、いるいるいる、そこに泳いでる。今回は、東北の、最高峰と言われている日内ヶ岳なんですけど、その日内ヶ岳と、至仏山のあたりをぐるーっとこう水源にしている尾瀬、その尾瀬の水を全部集めて、100メートル近い大きな直瀑となって落ちる三条の滝というところがあるんですけど、直下に立っていると暴風で思いっきりもうこう飛沫が上がっていて、とても迫力のあるところです。今回はその三条の滝を目指して、まあ、上がっていこうと思います。でここのいいところは、このずっと下に、銀山湖っていって、只見川の一番、上流にある大きな湖があるんですけど、秋になるとそこからちょっと化け物みたいなイワナやサクラマスがゴン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 上がってくるんですね、うん、そんなのを見ながら釣って上がっていきたいと思います。私がこう渓流釣りを始めるきっかけは、イワナをどうしても釣りたいっていうところからスタートをしていて、その始めた頃からもうこちらの川の名前はすごく知っていましたし、憧れでもあった場所で、今回本当に初めてこの地に訪れてみたので、あとは実際その大イワナっていうものをターゲットにはしてるんですが、どのようにアプローチをしてどうヒットに結びつけるかっていうのを、まあ、頑張って模索しながら楽しんでみたいなと思っています。目標はですね、50センチ以上のものに出会えたら本当に嬉しいなとは思っています。おお、来た。うん、いい感じだね。この感じはいい感じですか。うん、水量的にはちょっと普段より多い、うん、ちょっと多いですかね。少し多いぐらい、うん、でもこれによってなんかスイッチが入る可能性がありますかね。そうですね、うん、魚もだいぶ動いたんじゃないかな、昨日の雨で。まあ確実にでかい魚はいるんで、はい、頑張ってどうにか、釣り上げて見せてください。はい、はい、頑張ります。はい、今回はですね、5フィート6インチの、4ピースアクロットですね。ラインは PE をちょっと選択してるんですが、 0.85 のショックリーダーが今ちょっと様子を見て、10ポンドのナイロンをちょっとセッティングしています。あとルアーはですね、ローテーションをかけてヒットパターンに結びつけられるようにできたらいいかなとは考えてますね。ぬるぬるしてますね。結構気をつけて塗装しないと、本当につるんと足を持っていかれちゃう印象ですね。大きめだよ。こんだけ、まあ水が濁ってるしね。いい感じなんですね。あー、なんかすごくいい、どこもいい。ちょっと対岸狙います。小さいですね。小さいイワナが反応してるのは見えました。
辺からでも釣れましたね。でもちょっと可愛いね。今回すごく感じてるのが、うん、この水質なんですが、うん、ここはもうもともとこういう水質なんですか？あ、そうそうそう、上になんか悪いものがあるとかじゃないんだよね、はい、あの尾瀬とか尾瀬沼の方の、ね、水をこう集めて、はい、流れてきてる川なんで、池塘とか尾瀬みたいなところっていうのは、はい、高層湿原の植物がこう枯れてそれが完全に腐らないままこうどん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 積み重なったそういう構造の水源なんですね、はい、なんでこういうタンニンを含んだ水が流れてくるっていうのは普通なことなんです、うん、そうなんですね、うん、でこういうところのちょっと注意点は年をするときに、はい、まず足元がとても見にくい、うん、次置く足の、うん、底がどうなってるのかっていうのがちょっと分かりにくいので、はい、うん、でそういうのが注意する点かな。あとは岩がぬめりがとても強いので、はい、うん、年をするときは気をつけましょう。はい、大きい罠は、まあ、その時期とかにもよるとは思うんですが、これぐらいの時期ですとルアーに対して追いかけてくるっていうことが少なくて、結構リアクションで結構バイトしてくることの方が多いと思います。なのでまあ鼻先でちょっとアクションを変えてみるとか、そういったところで、バイトを誘発させるようには意識はしてるんですが、ちょっとここ見えないので状況がどうかなと思って今探ってるとこです。あ、いた。あ、いる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 、いたね。やばいっすね。いいね。なんか向こうの方にいたのが、まあ、戻ってきたみたいな感じなんですかね、うん、そうだね。ラッキー、すげえラッキー、よかった。ふう、来ましたね、急に。おお、いいね。さあ、うわ、振ってお、おやるやる。ふぅ、ランニングできました。やった、やりました。いや、ぶっといね。いや、びっくりしました。ちょっと緩いような場所に、うん、もしいればラッキーだなっていう探りで、うん、で、流針の下に最悪いるだろうっていう、うんうん、こう戦略を考えてたんですよ。そしたらもう緩い場所で1投目で黒いのがもわっと見えて、 あれと思った2投目でひったくられました。もう、遠いっすね。でやっぱりパワーありました。びっくりしました。いや、これは期待できますな、今日は。いや、本当そうですね。あの、より魚に対してのアプローチを考えていけば、サイズアップも狙えるのかなっていう感じはしました、うんうん、おめでとうございます。ありがとうございます。測ってみましょうか。はい、どうですか。44。あ、50センチぐらいに見えるよ。そうです ね、うん、いや、先ほどの外ヒットしたんですけども、フックが伸ばされてました。まあ、本当紙一重でランディングができたのかなっていうところでいます。
いるいるいる、そこに泳いでる。桜が泳いでる。泳いでる泳いでる。すぐ目の前目の前目の前。ここのラインは、あ、いい感じだ。まあ、活性が高ければわーんと浮いたりとかする姿が見えるんだと思うんですけどね。いたけど小さいっすね。小さいっす。ちょっと移動します。1つ目の魚がたまる場所に来ましたね。そうですね。さっきもね、なんか桜マスにしてまれ、ね、ぐるぐるぐる。そうですね、うん。上がってきてるよね。はい。うん、怪しそうな場所が続いてます ね, ね, ね。目がつまんでくるとは思うんです。やっぱりそこにべったりついてるような印象なんですかね。わあ、全然反応しなくなっちゃった。あー、ごめんなさい、口使わないっすね。魚の位置もちょっと見失っちゃってるな。このぐらい深いのかが全然わからない。ちょっとね、中間地点なんですけど、一箇所だけこの濁った只見川の中でも一本だけ水が透き通った沢が入っているところがあるんですね。ちょっと寄ってみたいと思います、うん、仕掛けをね、すごく短い仕掛けに変えて、さあ釣れるでしょうか。行ってみましょう。ここはいそうだね。あまり大きい魚はとどまらないだろうけど、いないか。いないはずないんだ。おやおやおや、いないな。うん、ないね。これは沢のイワナだね。本流のイワナとやっぱちょっと違うね。オレンジ色の斑点が大きくて、お腹の方もちょっと茶色がね、オレンジ色っぽくって、あ、よかったよかった、うん、少しサイズ大きくなってきた。
どれ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 。ああ、やっぱりあれだね。さっきのイワナもそうだけど、本流のイワナと違う、このオレンジ色の斑点が鮮やかな沢のイワナだね。ああ、綺麗だ。これが只見の沢のイワナの特徴なんだろうね。他の沢ってこういったのあんまり見たことないもんね。オレンジ色の斑点が綺麗だ。結構立派な滝が出てきたね。うん、この間全然いい魚、大きい魚がいなかったんだけど、ひょっとしたらもう完全にここまで魚が遡上してきた魚が完全に溜まってるかもしれないから、ちょっと慎重に行ってみましょう。今沢ずっと入ってきたんだけど、はい、沢はあんまり大きい魚いなかった。あ、まだ全然登ってない感じで。ああ、どうでした？いろいろ探ってみて、でその中で、来たんですよ。ドンと来て、でドラグが出っ放し、で止められないなと思って、ちょっとこういろいろどうしようかなって考えてる時に外れちゃいました。あ、なんていうんですかね、経験的には、なんか北海道とかで、まあ、80センチクラスのアメマスとこう対峙させてもらう経験もあったんですけど、あの時のパワーとかの比ではなかったので、まあ、どうなんですかね、やっぱバラしちゃってるんで、サイズって実際は分かんないんですけど、ただ40クラスの、まあ、1本かけさせていただいてる中で、あのパワーよりはるかに上、止められないっていう、なんか悔しいですね。どうだろう、だいぶ水増えてきちゃってるんでね、このまま上がるのもなんだし、ちょっとあれだね、ここで様子見ながら、確かにちょっとこの上上がっていくのは嫌な感じ、荷物しょって。そうですね、やっぱり水位的にも増えて増えてるね。こうやって水の中に
生きた草がこう生えているじゃない、あれ見ると平水より15センチぐらいは水かさがあるかな、うん、足元が見えないからね、土壌怖いんだよね、石も滑るし、本当そうですね、加えましたね、ちょっと加えちゃったな、嫌がってなければ、うーん、ごめんなさい、あいつちょっと口触れちゃいましたね、うわ、いる、くっそー、あとちょっと、今イワナです、追ってるんですよ、あんな感じですね、一匹でかいイワナが登ってきましたね、登ってきました、ただ全然反応しないです、スーッと登ってっちゃいました、はい、ヒットしました、あれこれいいサイズかな、来ました嬉しいですね、ちょうど、まあ、対岸のヨレのところを流してたんですけど、そこで、まあ、ちょっとじっくりこう見せて泳がせてたらバーンと来たんで、あ、一瞬ちょっと大きいの来たのかななんて思ったんですけど、まあ、サイズはでもこのサイズでも十分嬉しいですね、水が引き始めていて、ちょっとまあ濁りも取れ始めている、状況なんですけども、なんか魚の活性は上がってるかなっていう印象ですね。動いているのかなっていう印象ではいるので、まあ、そのタイミングにうまく当たれば、まだチャンスはあるかなと思っています。
温がぐーっと下がってきたりとか、いろんな短い時間でありながらもいろんな変化がある中で、普通だとなんかこう結構体温を取られて体力消耗しちゃうんですけど、これ全然こうなんていうんですかね、フィット感とかトータル的に見てもで自分の体温とかもかなり取られたりもしないので、すごくいいなと思ってます。あそこ、あれ石か、あれ石ですか、石か、あと大きなイワナとかはこう岩盤沿いのところに張り付いてるのかいるんでしょうけど、厳しいですね。あ、ここまで歩いてきてどんな感じでしょうか。そうですね、なかなかペースがなかなか上げられず、まあ、水量もちょっとこう多かったりっていう場面もあったので、なかなか体力の消耗が結構激しいかなっていうのが、そうね、思わぬ雨に遭ってしまって、で途中、まあ、停滞するような感じになりましたよね。はい、でね、ここもちょっとまた時間がかかりそうなんですよ。はい、ちょっと時間的に、厳しいかなって感じなんですよ。なんで、まあ、今回はこの辺で、まあ、下るとして、またいつかリベンジを果たす、もしよかったらぜひお願いしますそういう感じで、はい、まあ、今回はここで下りましょう。はい、わかりました、